ケイカンゴどうも、リケです。モトです。はい、ということで、早速やっていきます。今回の企画は、レビュー第15節、サガントス対カシマントラーズです。はい、どうぞね、本題に入る前になんですが、ぜひチャンネル登録の方、お願いします。はい、入っていきます。はい、どうぞね、このね、両チームね、今シーズン調子のいいチーム同士の対決ということで、そうですよ、カシマントラーズがね、はい、相馬監督になったので、解任ブーストですよ。そうですね、はい、監督変わって調子が上がる、これね、出てしてやることでございます。はい、一方ね、サガン鳥栖はね、はい、積み重ねがあっての今シーズンで調子がいいと。最初失点ですよ、J リーグ。素晴らしいですね、はい。でね、ちょっとこの試合について、ちょっとね、我々ね、ちょっと語らずにはいられないと。そうですよ、手伏せしてくださいよ。そうなんで、ちょっともうレビューがしたくてしたくて、はい、ということでね、お手柔らかに頼みますね。我々なりに、ね、はい、解説するんで、ぜひ柔らかにお願いしたいです。お願いします、はい、ということでね、まず、まあ、個人的に勝手に注目ポイントを2つ挙げております。まずはですね、サガン鳥栖の松岡選手と、はい、カシマントラーズの荒木選手、はい、なんと熊本の中学選抜でチームメイトだったんですよ。チームメイトバトルです。なるほど。じゃあ次はですね、サガン鳥栖の林選手対カシマントラーズの上田綺世選手のビースト対決です。違う。あなた、ブーストとかビーストとか似たようなことが好きですね。はい、オリンピック代表候補バトルですよ。そうですね、先日ね、発表されたばかりですよ。はい、まあ、ワントップのね、座を争うライバルと勝手に命名しております。はい、見どころもある中 で、ということでね、この試合ちょっとね、前半と後半に分けてちょっと簡単に振り返っていきます。でね、この動画の最後にはこの試合の BMOM も発表させていただきます。我々が勝手に選出させていただいておりますので、最後楽しみにしてください、はい。ではまず前半なんですけども、はい、前半の前半は鹿島アントラーズが前からのプレスもハマり、強度高くプレスに行き、かなりね、順調に試合を進めておりました。そうですね、実際先制はね、松村選手のゴールで鹿島アントラーズが先制しております。そうです。で、まあ、ゴールを取られたらね、はい、鳥栖の方は結構焦るのかなと思いきや、そこからね、しっかり立て直し、ディフェンスラインからしっかりつなぐというのを徹底して、ペースをつかみ、特にね、サイド攻撃、中野選手と井野選手なんかが突破を見せてくれたりとかね、まあ、あとね、中央の山下選手であったりとか、松岡選手の展開であったりとかね、まあ、そういった良さが徐々に出だしていました。前半はまあ比較的に鹿島のペースの中にも鳥栖も良さを出してたところですね。そうですね、はい、特に鹿島アントラーズの方はですね、守備の時にレオシルバ選手とミサオ選手のポジショニングが良くて、はい、やはりあの鳥栖というのはエドワルド選手からトップに入るボールだったり、松岡選手からトップに入るボール、この辺が結構強みとしてあったんですけども、そういったシーンがほぼ見られなかったんで、そこはボランチの選手がいいポジションを取りながら、しっかりと相手の嫌なところにポジションを位置したなっていうのがすごく印象的でした。前半はね、 1-0 でアドラブで優位に試合を進めておりました、はい。ただね、後半一方ですよ。そうです、黙っちゃいられませんよ。そうです。でね、先ほど少し述べましたが、前半失点後も鳥栖の良さ出てました。で、実際後半開始5分です、はい、同点ゴールが生まれます。山下選手ですよ。そうです、詰めてたって話なんですよ。そうです。で、先ほど述べましたが、はい、前半から両サイドの、ね、特に手に対するね、はい、仕掛けてるのが目立っていたので、この得点シーンに関してはちょっと聞いたらね、はい、クロスに対してファンブルしちゃって、それに対して山下選手が詰めてゴールという形なんですけども、はい、このシーンもサガンとすれば運動量あるので、はい、しっかりゴール前に人数かけて詰めておりました。結果的にそれがキーパーを見せ誘い、ゴールに伝わったと思っております。同点に追いついたチームって勢い出ますよね。出ます、はい。やっぱ鹿島アントラーズは黙っちゃいられない。うん、やはり交代カードを切ってくるわけですよ、はい。ね、特にまあ個人的にね、さあ注目させてもらってる上田綺世選手ですよ。はい、もうしっかり出てきました、はい。ちなみにサガン鳥栖は林選手の途中から出てきました。鹿島アントラーズはですね、さらに中盤にですね、はい、中国の新外国人アルトゥール・ピティカ選手です入れました、はい。出場してきて、結構ね、ピトカ選手縦につけるボールであったりとか、まあ、ボールの推進力が非常にあるので、攻撃に厚みを増すのに非常にいい選手だなと個人的に思いました。攻撃によりスイッチを入れるというような意図があったんじゃないかなと思います。ただですね、はい、ピトカ選手この縦パスいいのありました。ただね、実はね、逆転された後の話なんですよ。なるほどですね。というのもね、交代後ね、はい、ポゾとばかりに、はい、狙ってましたよ。そうです。ちなみにサガン鳥栖はですね、途中からできた小山内選手が左サイドを突破し、そこからクロスを上げ、逆サイドに詰めていた先頭選手が綺麗に落としたところに樋口選手が狂うわけですよ。はい、で綺麗にゴールに流し込み逆転と。というところ
でサガン鳥栖が逆転し、タミカゲル鹿島ですよ、逆転された後。そうです、プレーですね、はい、やはり前から強度を持っていき、相手のミスを誘い、ゴール前に詰め寄り決定機のシーンもあったんですが、はい、最後の判断の部分だったり、フェードの部分で少しミスが出てしまい、ゴールに至らずというところです。ただ鹿島アントラーズもね、はい、終始やはりプレス素晴らしかったです、うんうん、試合としてはすごく見応えありました。はい、今シーズンのサガン鳥栖を象徴するような試合でしたね。ここまでね、勝って負けなしと細田鹿島を叩いたことによってね、ここからより勢いがサガン鳥栖また出てくるんじゃないかなと。そうですね、このままねシーズン終了まで上位で終える可能性がねかなりあるなと思います。はい、我々なりにレビューしてきましたけども、はい、で最後にね、はい、BMOM 発表をねしてもらっていいですか。はい、この試合のバロンドールチャンネルマンオブザマッチ、今日一番輝いてた選手は樋口選手です。おめでとうございます。ということでね、樋口選手ね、ゴールシーンの前にミスを決定機1個外してるんですよ、うん、ただその後ね、来たボールをきっちり決めたというところ素晴らしいですよね。はい、じゃあチーム勝利に導く逆転ゴールでございました。はい、ということでね、はい、我々なりにこの試合をねデビューしてきました。はい、もしねこの動画を見ていいなと思った方はぜひ高評価の方とチャンネル登録お願いします。じゃあ次回の動画をレッツフットボール。